はい、ガイズ、ルカです。今日の動画ではダイエットに関していろいろとお話できたらなと思っているんですけれども、最後に私が動画の中でダイエットに触れたのは確かねグリーンスムージーの動画だったと思うんですけれども、今年から本当にいろんなダイエットだったり、あとはフィットネスとかヘルス系の動画をどんどんとアップできたらなと思っているので、まあ、今回の動画が第1号になるかもしれないんですけれども、今日の動画では酵素ドリンクについていろいろとお話できたらなと思っております。で、今日つけているリップが MAC のワールというリップです。これ本当に気に入っててね、ぜひぜひ皆さんに試していただきたいマットリップになってます。私もね、過去に高校生ぐらいの時にダイエットで本当に失敗している経験があるので、正直ダイエットするのはちょっと怖い身なんですよ。で、もしダイエットをするならば一番おすすめなのは本当に健康的に痩せることです。健康的に痩せることによって体もすごい綺麗に痩せていくと思います。私が昔ねやってたダイエットは本当にもう食べなかったり、もう栄養を全く取らないダイエットだったので、すごい痩せてったのは痩せてったんだけど、全く綺麗な痩せ方ではなかったのね。この話しちゃうとすごい長くなると思うので、もし私のダイエットの経験について知りたい方いましたら、全然また違う動画でお話しするのでコメントに残していただいても構わないんですけれども、まあ、まず私がもう今後ねダイエットするとしたら無理なくダイエットをしたいっていうのが大事ですね。でも無理しないっていうのはただただ楽にダイエットするんじゃなくて、しっかりと食べて、しっかりと体を動かして、しっかりと痩せていくっていうのが一番理想かなと思っていますね。で、今回はこちらのベルタの酵素ドリンクについてお話ししていくんだけど、まずね、酵素とは何って思ってる方もたくさんいらっしゃると思うので、私も正直ねちょっと日本語弱いので、本当に酵素ってなんかよく聞くけど何なんだろうって最初思ってたんですけれども、ちょっとカンペの方を読まさせていただくんですけど、酵素とは人が健康的に生き続けるためには必要不可欠な成分です。さまざまな生命活動に関わっており、いわば生命の主役、人間の源です、と書いてあります。はい、ちゃんと漢字読めた。人間が健康的に生きるためには欠かせない成分となっていまして、で、本当にこういうドリンク結構なんていうの、それこそドラッグストアじゃないけどさ、健康ショップ的なとこに行っても見かけるし、すごいテレビでも宣伝されるの見るし、いつもね気になってはいたんですけれども、まあ、なかなかね買う機会ってないじゃないですか、きっかけとか。でも今回こちらのお話があった時にすごい気になってはいたので、プラスちょっとね正月とか冬休みあたりでね食べ過ぎちゃってね、ジムには、まあ、ちょいちょい行ってるけど期末とかも重なって間食とかもしてたし、ちょっと痩せたいなっていうのもあって今回は試すことになったんですけれども、こちらのベルタの酵素にはなんと165種類の酵素が含まれていまして、すごく多くなっていますね。サプリの方には620種類も入っているので、かなり多く含まれていますね。これは女性のために作られたドリンクでもあるので、ヒアルロン酸だったりプラセンタとか、あとはザクロも含まれているので肌の調子もかなり良くなりますね。中身には1本710ml含まれています。で、付属でこちらのメモリのついているカップもついてきているので、この中に入れていただいて量もしっかりと分かるようになっていますね。私は今アメリカの実家に帰省中 で1年ぶりにねマミーのご飯もねたくさん食べたいなと思っていたので、なので正直何キロ痩せたとかはちゃんとレコーディングはしてなかったんですよ。一応体重は測ってたんだけどちゃんとメモってはいなくて、それより私は朝ごはんをメインにこちらのドリンクに置き換えて、はい、調節していましたね。夜ちょっと食べ過ぎちゃったなと思った時とかに次の日の朝これを飲んだらすごいスッキリして、で、一番びっくりしたのはねすっごい飲みやすかったの。だいたいこういうなんていうのダイエット系の飲み物って味があんまり美味しくない時ってあるじゃないですか。本当に例えば私が前やってたグリーンスムージーもそうなんだけど、個人的にはあるブランドのものがすごい好きだったんだけど、他のブランド試してみたらもう甘すぎて全然飲めなかったり、本当にこちらに関してはすごくすごく飲みやすかったです。私がいつも飲んでる飲み方としてはこちらのカップ1杯分に酵素を入れて、で
あの水をその3倍ですね、こちらのカップ3杯分に水を入れて混ぜて飲んでいました。原液のままでも飲んでみたんですけれども、ちょっと私には甘すぎてしまったので、全然そのままでも飲めないわけではないんですけど、私は水で飲んだ方がすごい飲みやすく感じたし、本当にジュースじゃないけどさっぱりとしたピーチの、ドリンクをね飲んでる感じがして、全然癖があるとか全く感じなかったですね。もしかしたら、まあ、ピーチがあまり好きじゃない方には合わないかもしれないんですけれども、私はすごく美味しく飲めましたね。女性にはね多いと思うんですけど、でも私の友達の周りでも何人かいるんですけど、私たまにね便秘になるんですよ。でそれがもうちょっとした便秘ならまだしも、すごい続く時とかあって、もう本当に辛いの。でもこれ飲んだらその便秘の問題が全くなくなって、すごい、しかもそれがお腹が急にめっちゃ痛くなるとかじゃなくって、すごいスムーズなタイミングでね、すごいそこは私は飲んでよかったなと思いましたね。さらにちょっとおすすめポイントっていうか、個人的に感じたのが、腹持ちがすごい良かったの。結構グリーンスムージーがね例に出てきちゃうかもしれないんですけど、あれはね結構なんだろう、お腹がね空いちゃう時があって、粉とあと水で薄めるとか牛乳で薄めるやつは結構ね早くお腹が空いちゃったりするんですけれども、これはすごくね腹持ちが良くって、それがすごいね意外でしたね。なんかどうせこういうドリンクだからもうすぐお腹すくんだろうと思ったんだけど、全然お昼の時間まで持ってくれたので、私もそれがあったおかげで途中でこう完食しなくなったし、すごい良かったなと思いました。他の飲み方としては、紅茶で割ったり、あとはソーダで割ったりとかいろいろあるみたいなんですけれども、正直ね水が一番無難だと思います。一番美味しく飲めるんじゃないかなと私はね個人的に思うんですけれども、よかったらいろんな組み合わせで試していただくのも全然 OK だと思います。もしよかったら皆さんのおすすめのダイエット法などもございましたら教えてください。というわけで今日の動画はここまでとなります。皆さんいかがでしたか？もし他に質問などありましたらぜひぜひお待ちしております。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイガーイ。